クレイロはアメリカ合衆国のシンガーソングライター。ローファイでプロデュースされたプリティガールを YouTube に投稿したところ3500万再生を突破。これを機に彼女の知名度は急上昇した。クレイロ曰くプリティガールは1980年代のポップスに影響を受けて制作した。ベッドルームポップと呼ばれる彼女のスタイルだが、 意図的にこのスタイルになったわけではないという。プリティガールが注目を浴びた後、フェーダーレーベルと契約した。ジョージア州アトランタで生まれ、マサチューセッツ州で育つ。クレイロは13歳で曲のカバーを始め、インターネットでギターを独学。この時期に彼女のカバーの一つが MTV の目に留まり、番組のバックグラウンドミュージックの制作について連絡を受けた。 使用はされなかったものの実際のスタジオで経験を得てミュージシャンになることがただの夢ではなくなった。2017年にシラキュース大学に入学。クレイロが最初に注目を集めたのは2017年後半に彼女の動画プリティガールであった。もともとこの曲はトランスジェンダー法律センターのためのインディーロックコンピレーションのために制作した。 この曲の制作について彼女は身の回りにあった機材を使った小さいキーボードを使ってお母さんからの影響もあって80年代のポップスがすごく好きだったから自分でも作ってみようと思ったと述べる彼女は動画があれほど注目を集めたのは YouTube のアルゴリズムのおかげだというこの曲を投稿する1ヶ月前に YouTube に投稿したフレーミンホットチートスも 2018年7月には300万再生を突破。プリティガールの成功によって、キャピトルレコード、RCA レコード、コロンビアレコードなどのメジャーレーベルから注目を集めたクレイロは、フェーダーレーベルと12曲のレコード契約をした。ニューヨークタイムズによると、この契約はクレイロの父とジョンコーエンとのつながりのおかげである。彼はクレイロとフェーダーレーベルの契約を成立し、 チャンスザラッパーのマネージャーでもあるパッドコーコランに紹介した。クレイロは2017年10月にザ・フェーダーが投稿した記事で一番影響を受けたアーティストはブロックハンプトンだと述べる。彼らの DIY スタイルを尊敬しているという。ネットではこれに対する批判が浮上した。クレイロは身内ビーキによって成し遂げた成功で本物の DIY アーティストではないという声が上がった。 2018年5月25日、クレイロのデビュー EP、ダイアリー001が、フェーダーレーベルからリリース。ピッチフォークメディアに記載されたレビューでは、この EP を機に身内ビーなどという噂は、消滅するであろうと語られている。この時、プリティガールは1500万再生を上回っていた。ニューヨークタイムズに投稿された記事で、作家のジョーコスカレッリはこの作品について、 二つの世界をつなげている。プリティガールやフレーミンホット、チートスのようなベッドルームポップからヨンエヴァーや BOMD のようにしっかりとした曲までリリース直後に全米ツアーを発表。そのうち複数日程ではデュアリパのオープナーを務めた。7月ニューヨークのバワリーボールルームで行われたライブは完売した。クレイロは2018年10月に開催された。 ロラパルーザに出演2019年に開催されたコーチェラフェスティバルにも出演。2019年5月24日にファーストシングルバックスをリリースし、デビューアルバムのイミュニティを発表。イミュニティは2019年8月2日にリリースされた。同年6月27日にイミュニティからセカンドシングルクローサーツーユーをリリース。 7月26日にサードシングルソフィアをリリース。クレイロは17歳の時に若年性特発性関節炎を発症した。自身の性的思考については完全に異性愛者ではないと公表している。ありがとうございます。